パパ活をしています。男性がパイプカットをしているから子供はできないと言っていつも否認してくれません。ふとパパなんで断れません。大丈夫でしょうか。皆さんパイプカットって一応まあ説明しておくんですけども、精子って、睾丸、いわゆる金玉から出て、で精管っていう道を通って尿道っていうところに行ってバーンと出てくるんですね。でパイプカットってその精管っていうところを切ってしまって作られた精子が出てこないようにするような手術のことを言うんですけども、でこれで基本的に成功していれば子供はできません。なぜかっていうと精子が全然表から出てこないから。でこれ本当にしてるかどうかって確かめる術って一つあって、そのいわゆる袋の部分に2箇所にこう傷があります。それがあるんであればちゃんとその方がカットしたっていうのが分かるんですけども、なかなかそうなんていうかな、ちょっと見せてくださいっつって見るわけにいかないんで、一応その人に、ああそうなんですかって、それどんな手術だってんですかって、傷跡って一つなんですかって聞いてみてください。いやこれはちゃんとこういうところを2箇所切ってこんだけの傷跡があるんだよって言ったら本当にしてます。ただこの辺適当にね1箇所ぐらいあるんだって言うと多分やってないです。でこれ太パパっていうのはそういうものが太いことなのかな、ちょっとよくわからないんですけども、パパ活もちょっとねいろいろと考えられた方がいいんじゃないかなと思います。太パパについてはもしも分かる人がいたらコメント欄の方にお願いします。